皆さんこんにちは。伊東の旅第3回目のスタートです。現在伊東駅を降りてホテルの送迎バスに向かっているところ。今回の動画もどうぞよろしくお願いします。これだ。ホテルの送迎バスでホテルに向かっております。駅からホテルまでは約5分といったところでしょうか。向こう側の高台に本日のお宿が見えてきました。ここからホテルのエントランスですね。まもなく到着です。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。到着しました。ホテル十楽。外履きを下駄、まあ今日は外に行くことはないな、はい、うん。サーモカメラ36。リゾート感漂う。素晴らしいですな。こっちから行きますか。上り専用。上りじゃない、下りか。こっちだよ、上りの。これ下りって書いてあるの？上りじゃね？下りだ。あ、どうぞ。漢字が読めなかった。え、なんで？おかしいよね。あ、こっちか。じゃあ行きましょう。こんな高いところにあると思ってた。予約用つんだから。それではサクッとチェックインをしちゃいましょう。チェックイン終了しました、うん、ちょっと館内を見てみましょう。ドリンクバー、 ロビーラウンジにてドリンクバー、ドリンクバー、ドリンクバー、ドリンク、うん、うん。アクアリウム、お魚さんのいますよ。お魚さんだ。なるほど。はい、こちら夜景ですよ。どうですか。あいにくの曇りなのでちょっと見づらいかもしれませんが、街明かりの向こう側は太平洋です。ホテル聚楽11階からの眺めですよ。これは素晴らしいですな。夜風も気持ちいい。陽気かな。おはようございます。ですか、この景色。昨晩は夜景でしたけども、今は朝ですよ。美しい眺めですな。まさに東伊豆といった感じでしょう。向こうには初島も見えます。あれですな、言い忘れましたが、昨晩はもちろん温泉と食事を堪能しました。こんな伊東の朝を迎えました。今日も張り切っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。どうもです。わかりました。
向こうは鳩屋ホテルなので、ここに鳩がいるんですね。ここは聚楽ですけど鳩がいます。素晴らしいですな。こちら伊東温泉ホテル聚楽のガーデンテラスですね。ちょっと行ってみましょう。眩しい。これは味わいの庭園ですね。味わいの庭園ですね。味、あ、これの味か。そういうことですか。じゃあ恒例の行ってみましょうか。おー、気持ちいい。温度にして43度、4度ぐらいでしょうか。気持ちいいですね。でもちょっとこれね、この辺からこう出てるんですね。次こちら、そう、足湯ですよ。わー、白い玉石が敷いてあって綺麗ですね。これはいい。じゃあここもちょっと入れてみましょう。おお、こちらの方がぬるくていいですね。足湯ですか。で、源泉がいろいろあるんですね。うん、なるほど。のようになってるんだ。おお、そして伊豆といえばこれだ。みかんですが、これ種類は何というんでしょう。今は6月中旬。なんだろう、これ甘夏かな。色は黄色い。ニューサマーというやつでしょうか。ちょっとわかりません。おっと、こちらにもあるよこれ。そして向こうは太平洋、相模湾ですね。ではちょっと源泉の方に行ってみましょうか。こちらです、テレジュラク源泉。ここはプールなんですね。で、源泉こっちか。まだプールは季節柄水は入ってませんな。もうすぐでしょう。そしてこちら源泉右、ここか。ホテル聚楽源泉どころ、これなんですね。じゃあ早速行ってみましょう。ここか。おお、出てるよ。これが源。そういうことなんですか。まあここだけではなく何本もあるんでしょうけども。じゃあ早速。ああ、いいですなぁ。暑いです、ちょっと。あちちちですなぁ。やはり温泉の源泉というのはいいもんだ。源泉を見てきましたね。そしてこれが、あの有名な、童謡、みかんの花咲く丘の発祥の地ということですね。なるほど。ここがそうだったんだ。いやー、いいですな。伊
東駅までの送迎バスに乗りました。これから伊東駅に向かいます。列車伊東駅を発車しましたぞ。あとや大量へ三段逆スライド方式が有名なところですね。海岸線を走る伊東線、いいですね。ヤシの木でしょうか、南国ムードが漂います。ここ小田原駅まで戻ってきました。小田原駅すぐ近くの水中小田原という商業施設の14階におります。眺めいいですね。でここは向こう側にですね展望足湯というのがあって、多くの客が入っております。そして相模湾いいですね。そして向こうに小田原城も見えますよ。いいですね。はい、今回の伊東の旅はここ小田原まで戻ってきたところで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。